リピさんこんにちは。今回もエポック切り替えに伴うですね、動画の方を送っていただきましてありがとうございます。明日から1本ずつ速稼塾の毎日更新でも配信していこうかと思います。皆さんにお届けできるのがね、今から楽しみですけども、まあ塾生さんはね、いつも見れますし、それからこれ一般公開してますから、どなたも見れるというところは見れるんですけども、ぜひね、興味を持って、まあ、こういった暗号通貨ブロックチェーン、こういったものに関心をしていただきたいですよね。で、最も大きな関心事っていうのはやっぱりね、個人的な資産がどう増えたかっていう、ステーキング報酬の件ですけども、今回もね、ありがたいことにがっつり入ってましてね、いや、もうちょっとで私も桁が変わりますね、これ、楽しみだなと思います。このステーキングだけで本当にやっていけちゃうなっていうところもありますし、同時にですね、セキュリティの面でもやっぱり日々慎重にならなきゃいけないかなと思いますんで、どっかのタイミングでね、セキュリティに対してリピさんが思うところをまたね、お話しいただければと思うんですけどね。で、いよいよもうちょっとしたら10月、ブロックチェーンエキスポありますよね。こちらの方、本当にリピさんも出展されるということだったんで、どんなね、エキスポになるのか、今から私も楽しみですけども、まあ、ご時世から、そして私の場合はね、子育てがありますので、ちょっとお邪魔することは叶わないんですけども、皆様の成功をね、お祈りしております。そのために、速稼塾がね、少しでもお役に立てるようでしたら、本当に嬉しいと思います。まあ、速稼塾ってのは、創立とともに、エイダがありましたからね。ですんで、体のためにやってるような塾と言っても、別に言い過ぎではないかなと思います。立ち上げの時は、アフィリエイトをね、一生懸命やっていて、アフィリエイトの指導はしていたんですけども、最近はアフィリエイトって言ってもね、なかなか、できないことはないんですけどね。時は変わって、流れは変わるってことですかね。はい、じゃあ次回も動画更新よろしくお願いします。ありがとうございました。